おはようございます。私は、成長の家本部講師の小林光子です。第3回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、凡用の歌をテキストに、自然と人間が共生する生き方を実践しようというテーマでお話をさせていただきます。私が勤務している成長の家国際本部は、現在、 山梨県北杜市にあります。八ヶ岳や甲斐駒ヶ岳といった山々に囲まれた自然が豊かなところです。東京の原宿から北杜市に移転してすでに数年が経ちましたが、東京にいた時には取り組むことのなかった新しいイベントを催すことになりました。その一つは、成長の家自然の恵みフェスタです。国際本部では毎年、 実り豊かな10月に開催され、お料理の提供だけでなく、自転車で山に登るヒルクライム、職員などによるクラフトの展示や販売、そして音楽会などが行われます。私はこれまでお料理を提供するグループに入り、手作りの軽食を用意して来場者に振る舞ってきました。しかし、一口にお料理といっても、 何を作っても良いわけではなく、いくつかの条件を満たすことが求められました。その条件とは、お肉を使わないノーミート料理であること。また、材料は地元で取れる旬のものを使うこと。つまり、地産地消、旬産旬消を心がけること。さらに、できるだけ有機野菜を選ぶこと。そして最後に、化石燃料を使わない方法で調理すること。 でしたこうした条件が設けられた理由は温室効果ガスである二酸化炭素をできるだけ排出しない低炭素の食生活を実践するためです既に人類の脅威となってきた地球温暖化を食い止めるために二酸化炭素を出さないような食生活に変えるのです地球温暖化により異常気象による被害が深刻になってきましたが 成長の絵は、自然と人間は対立するのが当たり前なのではなく、調和しているのが本当の姿である、という信仰に基づいて、食生活においてそれを表現することを広めています。ここで、お肉を使わない地産地消、春産春生の有機野菜などを材料とするお料理を作ることが、なぜ低炭素の食生活になるのか、簡単に説明します。 まず、お肉を食べないことについてです。少し前になりますが、2006年に国連の機関である FAO、国連食料農業機関が温室効果ガスの排出量は運輸部門よりも畜産業の方が多いと報告しました。リスナーの皆様の中には、ガソリン車ではなくハイブリッド車や電気自動車に乗るなどして、 温室効果ガスを出さないように努力している方もたくさんいらっしゃると思いますが、運輸部門よりも畜産業の方が温室効果ガスの排出量が多いのであれば、お肉の入っていないお料理を選ぶことは温暖化防止のために有効な方法であるということになります。現在、世界の肉の消費量は増えています。東京商品取引所によれば、世界の牛肉、豚肉、 軽肉の消費量は約60年間で6倍ほど増えました。今後も増えるとする予測もあります。このような状況の中で、ノーミート料理を選んで食することは意義あることです。次に地産地消、春産、春消についてです。まず、地産地消であれば、海外などの遠方から食料を運ぶために使われる化石燃料を減らすことができます。 また、春産春消であれば、旬のものをいただくので、ビニールハウスで栽培された季節外れの野菜や果物を食することは控えることになります。ビニールハウスの温度管理にはエネルギーが必要です。そのエネルギーは、まだ化石燃料に多く依存していますので、春産春消を心がけることは、化石燃料の使用を減らすことにつながります。ところで、 ハウス栽培でないトマトやキュウリの旬はいつかご存知ですかいずれも日本であれば夏になりますので、旬産旬酒を心がけるということは、トマトやキュウリは夏の時期に出回るものを食べるということになります。しかしレストランに行ってサラダを注文すれば、多くの場合、一年中それが出てきますから、旬の時期がわかりにくくなっていると思います。 そのような今の食生活を意識して変えていくことが必要になります。さて続いて有機栽培についてです。有機野菜というのは日本では農林水産省が定めた有機ジャス規格に適合する野菜のことで化学肥料や農薬の使用をなるべく避けて育てられます。化学肥料や化学農薬はエネルギーを使って製造されますので それらをなるべく使わずに栽培された有機野菜を食べることは、やはり二酸化炭素の排出を減らすことにつながります。さて、成長の家自然の恵みフェスタ開催に向けて、これらの条件に合うお料理を作ることは、いざ取り組んでみるとそう簡単ではないことがわかりました。まず地元で何が取れるのか、それは旬のものか、調査することから始めなければなりませんでした。そして、 カボチャが手に入ることが分かりましたので、ある年はそれを材料にして、ポタージュを作ることにしました。地元産のカボチャ、そしてジャガイモ、人参などを材料にしましたが、味付けに困りました。なぜなら、市販の固形のスープのもでは、肉エキスが入っていたりしますので、それを使うことはできないと考えたからです。そこでお料理担当のメンバーで知恵を出し合い、お味噌と、 塩麹を使うことにしました。お味噌は地元産です。また調理のための熱源は小枝や薪を燃やすことで得ました。職場は森の中にあるので昼休みに小枝を拾って乾かして使いました。フェスタ当日は何百食も提供しますので試作をして調理に必要な時間を予測しました。食器はリユースできるものを 地元の業者さんからお借りして、使い捨てにならないようにしました。そしてフェスタ当日は朝早くから調理に取り掛かり、食べてくださった皆さんから美味しいと言っていただくことができました。さてこうして手作りしてみて感じたことは、ポタージュ1品でもとても手間がかかるということです。こんなに時間をかけなくても、例えばお店に行って、1箱に何袋か入っている粉末のスープを買って、 お湯を注げば、あっという間にいただくことができます。しかも安いです。けれども、二酸化炭素を出さないためには、フェスタで振る舞ったお料理のように、地元の食材を使って調理する方が良いはずです。ここでそれを確認するために、市販のポタージュができるまでの工程をちょっと想像してみましょう。おさるくカボチャは、化学肥料や農薬を使って、 大量に栽培されたものです。そして収穫した大量のカボチャを洗ったり刻んだりするのに機械が使われているのではないでしょうか。粉末にして乾燥させることや小包装、箱詰めは可能な限り自動化されていて機械を動かすために電力を必要とするでしょう。出来上がった製品を全国にあるいは世界各地に運搬するために多くの場合、 化石燃料を使うことになります。一方、フェスタで提供したような手作りのものであれば、地元の農家さんから有機の野菜を購入して、調理場まで電気自動車などで運搬して、自分で野菜を洗って皮を剥いて刻んで鍋に入れて煮込むだけです。工場で機械を動かして作るよりも、はるかに化石燃料の使用量は少ないはずです。 私の場合、こんな風に考えてみるきっかけとなったのが先ほどお話しした厳しい条件を設けて開催した「成長の家自然の恵みフェスタ」でした初めて臨んだ時は試行錯誤の連続だったのでとても苦労しましたがやってよかったと思いましたやってみなければお店で大量生産された食品を買うことに疑問を持つことがなかったかもしれないと思いました さて本日のテキストには、凡用の歌という長編詞が掲載されていますが、その一部を引用します。今では当たり前になっている大量生産、大量消費の社会は、良いことばかりではないと考えさせられます。26ページから30ページを引用します。凡用は、こんな機会の先制支配を笑いながら拒否するのだ。 なぜ笑う凡庸は機械の力を知っているのだ。機械に任せば仕事の効率は格段に向上する。出来栄えも一見美しく正確で金星が取れている。企画通りの品が大量に短時間で完成する。単価が下がり数多く売れるに違いない。がしかし、企画品はボタンを押せば誰でも作れる。 人が作るのではなく、機械が作るからだ。人間は人間であることをやめ、ボタンを押すだけの機械になる。制作の技術が不要になるから、世界と人間との接点が希薄になる。世界に直接触れ、傷つけ傷ついているという、切実な実感が失われる。あるものの制作が楽になっても、別のものの制作ができず、応用が効かず、 視野が狭くなる。それはスペシャリゼーションと同じだ。引用を終わります。フェスタでポタージュを作ったときには、例えば、カボチャの皮は硬くて剥くのが大変だとか、種がたくさんあるとか、煮たらホクホクだろうか、甘いだろうか、などと思いながら手を動かし、 そして美味しいポタージュをいただくことのできる喜びを感じることができました。そしてカボチャは自然がもたらした恵みであると実感する時間がありました。しかしお店で買うポタージュはカボチャなどの材料は粉末状になり添加物などによって味は確一化され産地や品種、生産者、栽培方法など消費者にはわからないままです。そこにもし 貧しい国で採れたかぼちゃが使われているとしたら市販のポタージュをいただくことは今日の食べ物にも困る人から食料を奪っていることになるのかもしれません。そのようなことはお店で品物を手にしたときにはわかりません。また日本のように経済力のある国は世界の生産国が干ばつに見舞われたとしても他国から食料を輸入できますから 食べ物に困るということはあまりないと考えられます。そのような状況下では、かぼちゃを収穫できることの喜びすら薄れるように思います。さて昨年、2018年の夏、私は実家に帰省して不安な気持ちになったことがあります。それは、畑のナスやピーマン、里芋などがしおれかかっていたからでした。昨年の夏は高温で、 しかも雨があまり降らなかったためですが、毎日水をやらなければ枯れてしまったかもしれません。近所のお宅で育てている野菜の中には、葉が茶色になりかかっているものもありました。田んぼの水は十分に張られておらず、例年と異なる風景でした。今後もこのような気候が続くのか、また世界各地でこうしたことが起きているのか、などと想像すると少し怖くなりました。 そして野菜を収穫できることは、それだけでありがたく、その恵みをもたらしてくれる自然にもっと感謝しなければならないと思いました。またその自然の豊かさを維持させなければならないとも思いました。それには私たちは、もっと自然に触れて自然を知り、自然と共に生きることを心がけなければならないと思います。自然に触れなければその豊かさや、 一方でそれが損なわれているという現状はわからず、自然を知らなければそれを守り、共生するための具体策を考えることができないと思うからです。そして何より自然を大切に思い、感謝する心が必要だと思います。その心によって具体的な行動を取ることができるからです。ここで先ほどの詩をもう少し味わってみましょう。 本日のテキストの37ページから42ページを引用します。凡庸は時々考える。先を目指し縦方向へ登ることにしのぎを削る人たちがもっと周囲に気を配り横方向に意識を広げ競争するのではなく共同することに喜びを見出す生き方に転じてくれる日のことを人より秀出ることは確かに素晴らしい。 記録を塗り替えることは賞賛に値する。優秀な作品や商品やサービスを創造することは人間社会への大なる貢献だ。しかし人間社会は地球のごく一部だ。そのために真理の破壊に目を閉じ、生物種や資源が減っていくのを顧みず、地球全体を温める原因を作ることは人間社会を超えて横方向に広がる。 広大な生物共存の世界を壊すことだ。天と地と人との幸せを否定することだ。凡庸は思う。それはきっと彼らの本心ではないと。先を見て急ぎすぎるために、彼らの視野が狭まり、周囲の豊かな世界、芳醇で知恵に溢れた地球世界を、味わい楽しむ余裕がない。もっと凡庸であれば、心が開き拡大して、世界に滲にみ出ていくから、 彼らだって人物事の結びつきが自分の幸せだと合点する地球世界から分離しない本来の自分が感じられるに違いない。引用を終わります。成長に自然の恵みフェスタの開催は引用した文章に載っていた周囲の豊かな世界、芳醇で知恵に溢れた地球世界を味わい楽しむための一つの具体策です。 お料理だけでなく、自然素材のものを使って手作りを楽しむこと。自転車に乗って体を動かし、自然に触れることを心地よく思うこと。それらは、自然を知ることのきっかけとなる行為であり、また自然と人間が共生する生き方の具体例であって、楽しいものです。リスナーの皆様も、日常の生活の中に取り入れてみられてはいかがでしょうか。それでは時間が参りましたので、 本日の私のお話を終わらせていただきます。